足が取れちゃってる。怖そうだなこれ。竹がいっぱい中に入っちゃってますからね。ああ確かにね。これやれ、大変だこれ。どうなってんだ。これは大変だ。乗っちゃってるんで、いろんなものが乗ってますね。そうでしょ。こう突き出てるっていうか、上で上から怒ってるんですよ。でもちょっとさ、この木は あそこが折れてるでしょ。折れてる。多分みんな燃やしたな。でもこういう木、あの燃やす木がたくさんあると何かとべんじゃない。いずれにせよこのトタンカーですね。でもトタンの前に話を通るんですね。すごいこれ。使っていきます。すごい、あそこに引っかかってます。見えますか、木に引っかかっちゃダメじゃん。この下は腐って切れてます。なんで使い石があるんだろう。ほら下に使い石がある。どういうことだろう。でほらこいつは掘ったて小屋なんだよ。掘ったて小屋って足元焼くんだってね。大抵少しね炭化させるの。そうすると虫が食わないんだって。だから本来的に昔はね焼いてそれで地面に立ったんだよね。だからこれ使い石が置いてあるんだよな。なんだろう、もう別のものがあったのかな。一応皆さん中のものは出しましたよ。
ねえ、でも頭見えてますよこれ。いや見えててもこれ分かんないよ。すいません。いやいや、向こうの赤いやつはまだ結構色が鮮明だったんだけど、同化しちゃってしまったね。よかったよ。お騒がせしました。いえいえ。きついな。ふた止まってるのはきついね、これ。無理だな。きついな。どうでしょう。ちょっとなな中危ないので一回見てください。はい。これで徳富さん、はい、じゃあ2人でその柱をこっちに倒すような感じで一回ちょっとやってみましょうか。いいですか。どうでしょう。せーの。行けそうな気もしないですね。そうですね。あいつですね。やっぱ真ん中ですね。ああ。これがやっぱ結構効いてますね。丸横で切っちゃいますよ。前みたいに。ああ。前は丸横で切っちゃいますよ。そうですね。これが支えてるってことですね。そうですね。こっちとこっちとその2本がね。うん。多分そうすると行くと思うんですよ。はい、向こうで引っかかってるから。丸の誤差で電気か。電気引けるか。電源だ。ちょっと待ってください。支えになっているのを、あ、いいですか。そっちサイズを抜きます。はい。これを。大丈夫？ここが。こっちから立てちゃった方が早いから。いいですか。じゃあそっち側を抜いていくわけですね。そうそうそう。はい。じゃあ不破さん気をつけてくださいよ。上から来ますからね。これで行く。あ、ここか。ふわさん、あと上もある。これもある。あらまあ。やだね。でね。一応ここは多分もう取れてると思うんですよ。これが大丈夫なのね。こんなのどれだけ。なんでこんなの2本も打ってんだろう。なんでこんなに打ってんの。嘘も大変でしょうね、これね。ほんとね。
足が取れちゃってる。でも多少多分この2本がまだ押さえてますね。うん、これがこれ抜けないわ、こんなの。この凄まじい釘というか、これ効いてますもんね、ここ。あ、小田さん、ずったずった。動いた？動きました。今落ちた。これ効いてる。うん、ちょうど木もその上に乗ってるし、枝が乗ってるんですよ。あ、行きます行きます。せーの。